On the ice, representing Ukraine, Tatiana Volzoja, Petro Karchenko. このペアは滑りはとてもいいと思ってますけどね。はい、やっぱ年齢見てもお分かりのように女性が14歳ですから、そうですね、もうギリギリの年齢ですね。はい、それでやっぱり男性の方も若いですから、問題は後半のスタミナなんですね。はい、だそこら辺がどういうふうに演技に出てくるかっていうところだと思うんですね。影響が出てくるのかもしれませんね。ショートプログラムは 12.3 でした。男性のやっぱりサポートはちょっと弱いですね。ダンスリフトですね。これは今許されてるんですね。はい、前はダンスリフトっていうのはルールでは認められてなかったんですが、今ダンスリフト、要するに男性の腕が上まで上がらないホールドするものは一応これは許されることになってます。ダブルアクセルでのジャンプですね。そのダンスリフトもリフトの回数の中に入るわけですか？いや、ダンスリフトは入りません。カウントの中は入りませんので、それはそれと今年からのルールでよくあったのはキャリーっていうのがありまして、これはキャリーリフトとしてリフトの中で今のですね、遠からのリフトを背負ってしまいましたね。これはもう完全に違反ですね。スロージャンプも今女性がバランス崩しましたけど、原因は男性ですね。男性がちょっと投げる方向が悪い、もう男性の方が少しこうバテてるような感じがありますね。足に来てますね。だから非常に上とみんな上がっちゃってて動きが悪いんですね。女性の方がちょっと足はしっかりしてますね。最後のポーズも決まらなかったですね。まあ女性の方の、はい、動きはとてもいいものを持ってるんですね。ですからちょっと女性にとっては気の毒ですよね。はい、この男性がもうちょっとスタイルはいいんですけれど、あまりにもパワー不足っていうか、やっぱりスケーティングやなんかでも非常に
フラットな滑りなもんですからね、うん、やっぱりこれからのペアですね。はい、ウクライナのペア、女性がタチアナ・ボロソツァ、男性ペトロ・ハルチェンコ、女性が14歳、男性17歳です。もう女性がこれだけ の動きをしていますとね、男性の方がやっぱり力をつけて、やっぱりもっとスケーティングの技術が良くなってくると、いっぺんにグーンと上がってくる可能性を持っているペアですね。はい、またウクライナが強いんですよね、国として。そうですね、やっぱり旧ソ連っていう形でですね、はい、伝統的なペア の, 技術っていうんですか、滑り、そういう良さを持ってますからね。男性の方が足元がしっかりしてませんから、投げる方向が変わっちゃうんですね。でこのディススパイラルでもそうですね、このポジションに入れなかった。そうですね、ですからもう完全に落としちゃう、だからショートプログラムと違ってこれで 0. いくつ違う減点とかっていうことはないんですけど、当然全体 の, フリープログラムとして見たときにですね、やっぱり違反があればその点は影響しますし、それと今のでもコントロールできてない、きちんとできてないということになりますから、基礎点に全部影響してきちゃうわけですよね。3.8 からの得点になりました。技術点です。テクニカルメリット、ね、だからまあセカンドマークもじゃあ上げられるかっていうとなかなか難しいと思いますね。ユニゾンっていうのはまるっきりないみたいな形になりますからね。セカンドマーク 3.7 と 3.9、 2つの3点台の得点がありました。他は4点台上、 4.4 という得点です。ウクライナのボロソツァ・ハルチェンコでした。